さあ上尾野辺キャプテンと川澄キャプテン、これからコイントスです。午前中は薄曇りでしたが、次第にこの決勝のキックオフを前に日が差してきました。大宮ナックファイブスタジアムです。音などを使いながら選手に説明して、まあ、戦略家という、評判です。まあ、いわゆるそのマッカティ早い抜け出した、入れ替われるか、1対1だ、かわしてよく抑えた、なんとか粘った最後。リシャシュは取れるってこと分かってますよね。金河から長いボール、ゴブレナズ高瀬から落として、高瀬、ゴブレナズ体を寄せた、まだある、高瀬が行く、なんとか神尾延癒やしました。新潟チャンス、激しく中争っている、中央だ、ヘッド上でしたがミートしました。最後山崎、金河、そして川澄、金河、さあこの2人のコンビが出るか、ね、潰す新潟、いや粘り強いですね、新潟の守備は本当粘り強い、球際激しい、川澄、金が上がってくる、さあ2人のコンビからゴブリネズ戻る、いや体を入れて神尾延、いい守備を見せました。いいですね、いや大きい選手にも臆することなく新潟 G1 の神尾延が体を入れて守りました。金が、はい、ここにすぐボール保持者に人が寄ってくる、いいテンポなんですよ、来ましたよ、さあ1タッチで返して、さあ地層4来て、川澄、ゴブレネズ裏に出ていって、ゴブレネズシュートまで行けば、シュートまで行った、ちょっとハンブルしたが抑えた、抑えた、中盤の選手が特にバックラインにボールを、あっ、球が、はい、フィードされた時に休みがちなんですけど、自分のゴールに戻りながら守備をするということを徹底してやってますよね、はい、ゴブレネズ前が空くか、先ほどシュートがあった、かわして高瀬、強烈なの持っている、振り抜いていきました。いやなかなかまたバイタルには入れなくなってきました。センターバックとボランチの後ろのスペースです。ちょっとラインを下がり気味に、しかしコンパクトにしているオレンジのアルビレックス、ちょっと今つられた、中島からいいところに入った、高瀬だ、いや3人集まる、3人集まってクリア、書き出した、書き出したという神尾延、高瀬入れ替えればチャンスだが入れ替わらない、あ高瀬に対してよく守った14番の小原です。その守り、ただやっぱりこうランニングっていう種類があると、攻撃と守備のランニングがあるとしたら、守備のランニングの方がまあ絶対疲れますよ、はい、シュートは中島左足で放っていきました。何度かしかし裏をついて神戸ディフェンスを脅かそうとはしています。高瀬入って裏から来る、ゴベリアルズのシュート、強烈、この時間ぐらいから体力の消耗、集中力の欠如というのが出てきますから、はい、川澄へ、川澄中央、澤がいるがそこに合いませんでした。いやだいぶ澤も前に来ました。そうですね、さあここぞと見てるんでしょうかねこの時間帯で取れば大きいぞということは考えてると思いますよ。中島、おっとどっちが早い、どっちが早い、マカティー1対1だ、キーパー海保に戻る、海がつく、海がどう対応するか、マカティーかわしてシュートだー、粘り強く守っていたアルビレックス新潟、ワンチャンス生かして先制、神戸が時間帯を見て攻めに行っている、まさかの判断ミスですけど、ここ ね、ここかわして、これ股の間ですよ、フェイントで股を抜いて、なでしこジャパンキーパーの海堀もかわしてのゴール、これは新潟にこうエネルギーを与えたような点です ね、そしてもうアルビレックスの方はしっかりとバランスを整えています。早めのクロスで川澄入ってくる、ラストプレーでしょうね。いやこれ神戸からすると許してはならない追加点、前半のラストプレーでしょう。どこ入れてきる、あ蹴らずに終わりました。前半終了、大会4連覇を見据えるアイナック神戸レオネッサリードされる展開、アルビレックス新潟守って守って、前半42分のワンチャンス生かしてマッカーティー、中島奪ってチャンスになり、斉藤16番、点を取っているティファニー・マッカーティー、アメリカ人ストライカーが参ります。そのティファニー・マッカーティーへ裏を狙っていた、
マッカーティー入っていたがクリアしてきました。コーナーキックに変わります。神戸の方がどうしてもなんか個人技でね局面を打開してからって考え始めると、はい、2人来てる新潟の守備っていうのはなかなかかぶせそうもないので、あこれもマッカーティーへ山崎裏を変わっているチャンスだ。山崎出るエリア中へかわしたシュートだ。キーパーハイホリ、まあ、そういった形もし上げるんであればはっきりさせろということでしょうね、いやなかなかこの山崎もテクニックを見せました。23歳、今年は山崎です。この時に21番の屋根津ここ一人なんですよね、はい、あサポートは確かに遠い。この中島あたりはサポートに来ますが7番ソヨンミドルシュートあるがシュート。ただ今の高さでもそれほど負けない選手が揃っているアルビレックス新潟チャンス。中央へクリアする。さあこの出足もいい神尾延、そして相手ボールになるとすぐディフェンスに変わる。さあ強いように出る、いやすぐ集まる、すぐ集まる、すごいですよ素晴らしいディフェンスだ。神尾延スルーパスだ、いやまた行ったか、押せない、マッカーティー今日得点上げているカバスシュートだ。キーパーのカイホルを抑えました。2点目かというマッカーティーの抜け出しでした。ジロス選手が湧き出してくるようなここのところでね守り、ここ行ってないですね、はい、マッカーティー、あ切り替わったところもすぐですね、神戸から見るとマッカーティーへ、もうマッカーティーは怖いはずです。抜かれた、さあキーパーカイホル慌てて戻る、うう1対1慌ててチソヨン戻ってくる、山崎ミドルシュートある、逆サイドに振る、中央に神尾延、神尾延かわしながらテクニックある神尾延、さあ外に開いてクロス中央山崎ヘッドが先ほどいいものがあったこぼれてフラッグ上がった、オフサイドです、オフサイドですが、そしてこれをあの神戸としてはすぐこうできれば取り返す、自由にさせないことがというお話でしたけどもね、意外と簡単にこうここをどん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 プレッシャーかけて、そうなんですね、あーっと神尾延に出ればチャンス、チャンスだ。さあ3対3の形が一瞬できる、左から入ってくる、中央に選手も入っている、こぼれたところ神尾延スルーパスを持っている、前が空いた神尾延シュートだ。ここ行ってんの、はい、屋根だけでしょう。そうですね、あこれ遅い、佐伯が空いてる、なかなか本来のこの神戸の切り替えではありません。いいプレスですよ、これです、はい、中に入れてて中島だ、うん、抜ければチャンスというところですが、ゴベレアネズここへのサポートの距離タイミング、あと川澄取られて神尾延、これ使うでしょう、これでしょうね。さあティファニー・マッカーティー広大なスペースがある、仕掛けるか、2人戻ってくる守り、仕掛けていって仕掛けてね強い、かわしてクロス入れるか、シュートか、シュートだ、こぼれているチャンスだ、新潟山崎ポスト、いやそれにしても強点を取っているマッカーティーの強さ、3人を置き去りにしてここでコースが変わって、いや溜めすぎましたね、何かピーンとこのスタジアムにも緊張感が漂っています。大きなセットプレー、中に来て押し込んだ、同点に追いつきました。金河が大きい動きで入ってきて同点ゴール、一番動いた選手が一番いい仕事しましたね。新潟はこの前にちょうどアルビレックスのビッグチャンス決められなかった直後でセットプレーをものにした、はい、金河は逆サイドからもすごいランニングで、長い距離でここに入ってきました、なでしこジャパン金河。あとは新潟の方のメンタルのショックがどれくらいあるのか、右サイドに開く金が川澄、この辺りはサイドにボールが出るとベアッと挟み込んでしまいます、オレンジの新潟の守り。差は徐々に上がってくるか、ソヨン、高瀬、いやコースに入った神尾延、そしてすぐに出す、差が空いた場面というのも少し生まれました、はい、川澄、金がゴベリアレズヘッド、キーパー高瀬、自分で抜こうとする、高瀬中に入れてヤネズ、その後ろカースに入ってくる、ファールですね今のは。大会
会4連覇を狙うアイナック神戸レオネッサと初優勝を狙うアルビレックス新潟、90分で決着つかず決勝は延長戦へと入っていきます。延長最初のコーナーキープです。ヤネズが少し離れている、中央に持ってきてキーパー落とした、こぼれてシュートだ、入った、チソヨン決めていきました。アイナック神戸レオネッサ延長の立ち上がりで逆転、立ち上がりのセットプレーをものにしました。このシーンですけど、ここはゴーベルヤネズのところではなく、この中央に落としてきました。そしてこの処理、あーコースもいいところに蹴っていきました。ここでねボールが後の処理もね、人はいるんですけど、はい、大きくはっきりしたかった新潟の守り、痛恨の失点。マカティエ、逆転してからそれぞれがこの持ち味のプレーもだいぶ出るようになってきました神戸。まあ一つは新潟がこう行けなくなってんですよ、行けなくなってきましたね。ちょっと切り替えのところもさすがに遅くなってきたか、チソヨンがそうするんだけど、どうする、ものすごいシュートだ。そして高瀬、渡辺、中島、ちょっと新潟疲れてきた、ちょっと難しくなってきた新潟、苦しくなってきた。追加点を伺う神戸、川澄、クロス、ゴーベル・ヤネズ、その後ろ中島がいます。あ、そしてセカンドボールも、お、高瀬打っていた。前半追加タイムに入っています。まだ15分余りこの試合の時間もあります。延長の前半が終了しました。それから気持ちの面でももう一度この闘志を振り絞って、そうですね、もう最後の15分全部出し切れっていう感じ、おー面白いボールだ。神尾の目からマカーティへ、マカーティ抜いた、マカーティスルーパスだ、来たー、シュート、いけないですね。自分たちから行くっていう気持ちが必要でしょうね。神尾の目、チソヨンをかわして神尾の目、シュートだ、左足、クロスバーン、クリアー。先ほどの神尾の目、すごい、ちょっと逆回転もかかって、もう入ってもおかしくないです。この距離をワンステップで蹴れるんですよ。そうなんですね、もう少し左にちょっと曲がっていればという思いかもしれませんが さあでも新潟あと一踏ん張りですよね。あーと奪って、チソヨンだ、チソヨンが来る、チソヨンが来る、スルーパスだ、ゴーベル・ヤネズ、キーパー、こう相手が疲労感が出てくるところ、どんどんこういうプレーを出すようになってきました。そしてこのドリブルからのスルーパス、インターセプトの相手のパス見て切り替えましたし、はい、何か序盤はこういうゲームの流れもひょっとしたら読んでたんでしょうかね、チソヨン。さあこのボールが、さあ来たか、クロス入れて、マッカーティ、前方、シュートだー、ゴール、またしても決め切ったマッカーティ、同点に追いつきましたアルビレックス。ここに集約されたようなゴール、このパスが通ってフェイクで、そして右上隅、女子のこのキーパーではなかなか手が届きにくいところに落ち着いて狙い澄ませてのシュート、いや素晴らしい。というのは何かこれだけ選手がやるというのはね、早野さん、指導者冥利に尽きるかもしれませんが、倒れて神尾の部、ここまで上がってきた、そこまで選手をやっぱり動かすように指導してるんだと思いますよ、はい、山崎で、やっぱりこの大会の中です、おマッカーティに出る、マッカーティ決め、カイフォリー、こぼれてカイフォリー抑えた、マッカーティ強さを見せて、このつま先か、まあ、足ギリギリのところでカイフォリーが抑えていきました。ホラという左サイドバックの選手、はい、守備では非常に面白い取り方するんですけどね、はい、攻撃でこれでできる、あっとこれ、こぼれて
屋根からさあチソヨンだ、チソヨンかわしてチソヨンだ、キーパー弾いた。アルビレックス中央だ、クリアして流れてファールですね。ファールです。屋根に出る、こぼれて新潟にボールが出る。ゴーベル屋根キープ、川澄さあ最後のチャンスになるか、高瀬に入る、後ろから長島、川澄その後ろから入ってくる、こぼれて高瀬シュートだ、抑えました。もう時間はほとんどありません、はい、決着つかず、皇后杯の行方は PK 戦へともつれ込みました。さあ両チームのキャプテンによるコイントス、しかし表情にはほとんどその様子は出てこない神尾の部、タイトルには本当に強い思いを持ってきたキャプテンですね。1人目です。対するカイホリ決めた、このコースに決めていきました。なかなかこの豪快なシュートというふうにはいきませんでしたが、ですね、ヘディングでそらしたぐらい印象にないですね、はい、やれぞー、きた、弾いた、弾いた、読みがぴっ一人でしたよ今。一谷、いやこれ蹴ってから反応してますよね、マッカーティーをついてるカイホリの逆を取っていきました。勝負強いチソヨン、新潟のキーパーがどちらを読むかでしょうね。スッというリズムでポジションについたチソヨン、決めていきました。逆を取っていった落ち着いたチソヨンのキック、まあ、とにかく今日は献身的な守備も光ってよく動きました、はい、フィジカルの強さも見せました、ね、スピードも見せました。大きく息を吸った、止めた、カイホリ止めました。ちょっと気に入ってしまいましたね。読んでいました。最後は右手一本で弾き出しました、はい、そして高瀬です。1人目の屋根が失敗、2人目のチソヨン成功、高瀬豪快、残り人数も少なくなってきているところで、はい、相手にこう嫌な雰囲気を与えることはできるんですけどね。そして中盤の守備に奮闘した斉藤が行きます。斉藤無情の金属音、流れがぐっと神戸に傾き始めている。逆だったんですが、現在2本ずつ決めています両チーム。さあ得点を挙げている金が豪快、そうですね、これで新潟が外しますとレオネッサの優勝が決まります。5人目大石、できました。さあ最後を締めるのはアイナック神戸レオネッサ。
決めれば優勝、アイナック神戸レオネッサ。キャプテンとしてタイトル獲得に強い思いを持ってきた川澄奈穂美。神戸レオネッサ大会4連覇。